みんなは東京と札幌どっちがいいかにゃ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。来年の東京オリンピックのマラソンの開催地をめぐってのゴタゴタ知ってる？ IOC 国際オリンピック委員会が開催地を北海道の札幌市に変更すると主張して混乱してるんだにゃ。東京五輪における IOC の責任者との緊急会談。最初こそ和やかでしたが、空気は一変しました。The IOC was shocked by what we saw in Doha. As an example, in the women's marathon, 68 athletes commenced and only 40 finished the race. In very similar conditions in terms of temperature and humidity to what is expected here in Tokyo. 東京都は朝6時に設定されているマラソンのスタート時刻をさらに早める案を提示していましたが、コーツ氏は日の出前だと中継ヘリが飛ばせないとの理由で一周しました。It's not a matter of if the Tokyo government insists, the decision has been taken.コーツさんが終わった後にですね、都に会場が戻ることはノーだと、ないというふうに発言されていましたけど、その点いかがでしょう。言葉がよくぶれています。その辺も確認をしつつ、調整委員会に臨んでいきたいと思っています。にゃんと、東京が何を主張しようが、もう決まったことだ、にゃんて。東京での開催を前提に、準備を進めてきた人たちは困っちゃうにゃ。そもそもどうして IOC が開催地の変更に踏み切ろうとしているのか。それは9月にカタールのドーハで行われた陸上の世界選手権がきっかけなんだって。暑さを考慮して夜に開催されたにもかかわらず、マラソンで多くの選手が棄権、続々と車椅子やカートで運ばれていく事態となってしまったんだにゃ。このため、東京よりも気温の低い札幌に移すという案が浮上したんだって。一方で、東京都は多額の予算をかけて、コースの路面温度を抑える舗装工事を進めてきたそう。あさって30日から開かれる会議で、札幌市への変更案が議論される予定なんだけど、小池都知事は引き続き東京開催を訴えていくらしいにゃ。札幌での開催となると、追加の費用の負担をどうするかや、施設、コースについてなど、まだまだ課題は残っているんだにゃ。いずれにしても、この議論、早くゴールが見えるといいにゃ。今週もよろしくにゃん。チャンネル登録、よろしくにゃん。